はい、じゃあよろしくお願いします。どうもハイチです。で今回はですね、マインクラフトを使ってプログラミングをやっていこうと思います。はい。ただ、自分が言っても何もわからないので、先生詳しい説明よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。うかいです。マインクラフトやったことあるんでしたっけ？1回だけ。マインクラフトからね、始める感じで、はい、今日使うのはマインクラフトエデュケーションエディションっていう教育版です、はい。これ普通は学校で使うマイクラなんですよ、はい。学校でマイクラってイメージ湧きます？ないですよね。ないですよね。遊びですからね。遊びですからね、はい。でもマイクラって結構学校でも使われていて、はい、今回はその中でもプログラミングのところだけをお知りするんですけども、はい、例えば本当は歴史の授業とかで、例えばピラミッドを作って学んだりとか、で日本だったらお寺を作ってみたりとか、そういうふうにこう実際に何かを作って学ぶっていうのが結構行われているんですよ。この教育版って普通は学校でしか買えないんです、はい。ただ今回、今たまたま特別にマインクラフトカップっていう概要欄にリンク貼っておきますけれども、はい、あの小中高生向けのマインクラフトを使ってスポーツのある街を作ろうっていう、まあ、スポーツと街っていうのをテーマに作ってみようみたいなコンテストをやっていて、それがこのマインクラフト教育版のアカウントがですね、タダでレンタルされるというのが夏までなんですけどもできるので、ぜひですね、あの概要欄からホームページ行ってもらって、はい、応募するとアカウント使えるので、ぜひやってみてください。無料で、無料でできる。あ、なるほど、はい。じゃあ今自分が使うやつを実際に、まあ、夏までですけど、そうです、みんなもやってもらえると。 その通り、はい、了解です、はい。ぜひお願いします、はい。やってみましょうか。でこれがマインクラフト教育版の画面です、はい。じゃあ遊ぶをクリックして、まずはですね、新しいワールドを作っていこうと思うんですけど、本当に初めてなんですもんね。すいません、操作から。はい、いいですか。ちなみに僕がですね、このマインクラフトの教育版のプログラミングの機能を担当して作ってました、はいはい。ほう、うん、なのでそれを使ってもらいます。なるほど。がまずはマインクラフト、はい、こんな感じの画面で、はい、それで視点変えるのと、はい、WASD であの移動できるので、はい、はい、あとスペースでジャンプできる、はい、はい、まあ、それぐらい覚えて帰れば今日はとりあえず大丈夫ですか。いいんですけど、今日入んないでしょ。でこっからがですね、教育版だけの機能で、はい、ちょ C のボタンを押してみてもらっていいですか。 C って押すとこんな画面になるんですよ、はい。これがこの教育版限定の機能でプログラミングできる機能です、はい。コードビルダーって言うんだけど、でこれを使って今日やっていきます、はい。で実はですね、これでもうすでに足元にこんなキャラクターが出てきてるんですよ。見たこと多分ないと思うんですけど、こいつです。こいつ可愛いんですけど、ああ、その子ね、こいつがエージェントくんって言ってプログラミングできるロボットです。こんな感じになります。これが繰り返し、後で説明しますね、はい。とりあえずこんな感じで、こうやってドラッグアンドドロップで簡単にできるんですよ。ちょっとまずやりしますね、はい。例えばこれチキンって言って、例えばこれでチキンっていう風に打つと、はい、この上から例えばじゃあ10匹とか、まず初めにね、はい、10匹鶏が降ってくるっていうようなプログラムです、はいはいはい。これやるとチーケンってやると、わかりますかね、空から鶏が降ってきてるの、はい、あ、降った飛ぶとね、わかるんですけど、こんな感じで山ほど降ってきてます。これが何、10匹でしたっけ。これ今10匹ですね、10匹降ってきてます。なんでかっていうと、今プログラムで結構シュールでしたね。結構シュール。チキンっていう風に命令を打つと、はい、10回繰り返す、はい。何を繰り返すのかっていうと、はい、この鶏を出すっていう、この命令を10回繰り返す。はい、この0、50、0っていうのは、はい、まあ簡単に言うと、まあ、まあ、X、Y、Z だと思ってください。ね、ただ、はい、Z が真ん中になっているんですね。あ、そうだ。X、Z、Y みたいな感じなんですけども。はいはいはい。で50ってやると、はい、高さ50から鶏が降ってくるみたいな感じになるんですよ。じゃあまずこの彼をプログラミングをしていこうと思います、はい。で彼はロボットなんですよ。で彼はですね、はい、プログラムをしないと動き回れないんです、はい。例えばチャットコマンド、じゃあこれで、まあ、ランって打ってもらっていいですか。ラン、走る、走る、走るっていう風に打ったら、はい、はい、打ったらですね、あ、例えばじゃあエージェントのところの下に、はい、エージェントを前に1ブロック移動するっていう命令があるんです。それをドラッグアンドドロップで、はい、はめる、はい、はい。これでハイチさん1行目のプログラム書きました。おめでとうございます。実行してみましょうか。 どうしよう、達成感で、まだ動いてないんでね、動いてないんでね、はい。これ実行ですか。あ、これは実行はゲームの方に戻ってもらって、でマインクラフトチャットの画面出すにはですね、 T ボタンを押してください。 T を押してからここにランって打ってもらっていいですか。ランってやると、はい、お、あ、で動きましたね。 1歩動きましたね、今ね。なるほど、はい。じゃあ次この彼を、はい、まあ、10歩走らせてみてほしいんですよ、はい。
いろいろ方法があるんですけど、はい、僕さっき実は繰り返しっていうのを自然に使っていて、はいはい、あの緑のブロック覚えてます？さっき10匹出すときに、はいはいはい、なんかこう10回繰り返すみたいな、はい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 、だと思うんですけど、ありました、ね、あの命令が、はい、このループって中に入ってるんで、なるほど、はい、ループ繰り返す、そうですね、はい、それはですね、こう命令を挟める命令なんです。そういうふうに、はい、あ、勝手に挟んでくれるんですね。そうなんです、あ、なるほど、なるほど。じゃあこれでちょっと10歩動くやってみてもらっていいですか？これ10にすればいいってことですか？あ、そうなんじゃないですかね。で、ね、画面に戻ってもらって、でもう一回プログラムをランっていうふうに実行を T ですね、 T でランってやるとどうでしょうか。お、走っていきますよ。早すぎて見えなかったです、もう一回決めてもらっていいですか？ちょっと見切れましたけど、これもう一回、はい、T でランってやれば、 ランってやれば、お、めっちゃ早いですけど、はい、10歩移動しました。かわいい。動きましたね。なるほど、はい、いや、ただでも動くのはつまんないと思うんですよ、はい、彼にいろんなブロックを動かしたいと思いませんかね、はい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 、マイクラのゲームの中って、はい、本当は自分で家を作ったりとか壁を作ったりとかして、はい、モンスターから守るって感じですよね、はいはいはい、それを例えば自動で家を作ってくれるロボット作りたいと思った時に、はい、彼にはいろんな力があってブロックを置くって力もあるんですよ、はい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 、なので今回はじゃあまずですね、はい、あのインベントリーってここからですね、好きなブロックをなんか1個選んでもらっていいですか？何でもいいです。多分ここら辺の色つくのがいいと思うんですけど、なんか色付きのブロックなんか1個選んでもらっていいですか、はい、好きな色で。ちょっとこれでいいですか？はい、それを1回このインベントリー、はい、移動してもらっ て、はい、てあのこの彼を右クリックしてもらっていいですか？右クリック2本指で、マックなんで2本指で、はい、はい、とですね、彼にもインベントリー、ここがですね、彼の持ち物ボックスです、はい、なのでこの持っているブロックを彼に持たせてみてください。一番左上、はい、でこれで彼がこのブロックを持ちました。で、はい、次プログラムの方に戻ってもらって、はい、ですね、このエージェントの下にですね、はい、下か、はい、置くっていう命令がエージェントに置かせるっていうのがあるんですよ、はいはいはい、でこれをどこに入れれば、じゃあまず10歩ブロックを縦に移動と、なんだっけ、奥を並べる。お、ちょっとやってみてもらっていいですか？これ並べられるのかな。お、やってみてください。あ、縦にですね、奥に。あ、なるほど、はい、どっちか、あ、これもあんま気にしなくて、まあ、今回のケースで言うと僕もあんまりいいんですけど、なるほど、はい、お、いいんじゃないですか。ちょっとこれでこれをお、変えた方がいい。置く場所も選べるんですよ、はい、彼の前に置くのか後ろに置くのか右に置くのか、まあ、今回のケースは、はい、まあ、あんまりどれ選んでも変わんないかなと思うんですけど、後ろで、はい、ちょっとこれで一回実行してみてもらっていいですか？でゲームの方に戻ってもらって、もう一回ランという打つと、お、かわいいですねちょっとそうだった俺の中でこんな感じで置いてくれるんですよ。すごくないですか？すごで、これがプログラミングです。プログラミングを使ってこういう風にいろんなものをゲームの中で自動化できます、はい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 、例えば家を作ったり、はい、例えばレッドストーンの鉱石とか、はい、ダイヤモンドの鉱石を地面を掘って探したりとか、あ、できるんですね。いろいろできます。四角形にブロックを置いてみてほしいんですよ、はい、なるほど、はい、先生それはちょっと無理難題だまずじゃあ、はい、そうですね、曲がるっていう命令がこのエージェントの下にあるので、エージェントの動きなのか。そうです、エージェントの下にですね、エージェントの向きを変えるっていうのがあります。これが曲がる命令です、はい、で、これをちょっとですね、今回作ってほしいのはこう四角形を書いてほしいです、簡単に言うと、はい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 、ってことは、10個いったら曲げて10個置いてってことですか？そうですね、はい、ってことはまた同じものを置いていく感じ。やってみてもらってちょっといいですか？これはですね、また1個ずつ出す感じですね。はいはい、なんだっけこうしてドキドキみたいな感じですよね見られてますもんね、完全に。そうそうですね、はい、でもこれ思ったやつがその実際にできたら嬉しいですよね。その通りです。そうですね、でプログラミングのいいところって、はい、間違っても、ちなみにこれ間違ってるんですけど先に言っちゃうのね実行してみてほしいんですけど、はい、間違っても何も失わないんですよ。確かに確かに、はい、いくらでも間違っていいんです。今若干俺モチベーション失いましたけど本当はね実行じゃないんですけど、はい、一回ちょっとね考えてみてほしいんですけど、ゆっくりと。じゃひとまずここまでで一回実行してみてください、はい、はい、どうなるかちょっと。そうですね、はい、多分すげえ落ちると思うんで。あ、本当ですか？あれみたいな。これで試すとしたら、はい、もう一回ランっていう実行で打てば、はい、おっと、
おっと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 完全にごめんだねこれすんごいごめんだぐるぐる回っちゃってすっごい怒ってますけど、はい、できねえよって置けないですよブロックあるんだそうですね、はい、怪しい画面が、はい、ちょっと彼を救出する必要がありますね、はい、まずね彼を救出するには、はい、これですね新しくこのゲームには卵っていうのがあって、はい、いろんな、はい、あの動物を産む卵があるんですここにですねあのこのロボットの卵っていうのがあって、はいはいはい、ここにこうやって見クリックするとこっちに本当だ待ってくださいねプログラミングってあれですよねいきなりこうなんか答えが出てくるのないですよね多分ちょっとやってみて失敗してうーんってなって考えてできたみたいな、うん、だコード書いてる時間よりあのバグ直してる時間とか悩んでる時間の方が長いああそうですよねそうなんですよねなるほど、はい、でプログラマーの人もこういう命令を全部覚えてるわけじゃないじゃないですか、うん、だからまず使ってみてやってみるんですよね、うん、同じようにねさあ今自分の中でその違和感なのは、はい、タメ口でいいっすよ先生仲良しなんですごいそうね、そうね、うん、なんだろう、うかいさんのなんか敬語がすごい今違和感ある確かに確かに全然立ってないが動画向きのじゃここ挟むとねそうね挟むとこうフィルターがこう使っ、ねはあ、ちゃうからねおこの3つをあ れ,、うん、どこちょっとあれこれ全部一気にいっちゃう感じあそう下からしか引っ張れないんでなるほどそうですねあこうかそう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 下から引っ張れないあ違うわ違えなちょっとゆっくり考えてみてもらってこう入るかおもう一回試してみてもらっていいですよちなみにどういう風な考えでこういう風に今なってるか、はい、あ待って、ま、待ちましょう待ちましょう待ちましょう違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 う何かを刺したそう違う何かを刺した待ってこれ、下からん下からこれを一行出したい場合どうすればいいですかどれをこの左それを1が出したい場合は、はい、ごめんなさいちょっと難しいんですけど、はい、こうやって1回外して外してこうやって持ってくる必要なるほどなるほどそうなのそうなのえ待って繰り返して10回置かせるじゃないですか置かせて左に変えればいいんでそうこれをこのどこに入れればいいのここにちょっと待ってください一回君出ようか1回そうね1回落ち着いてこうしてうんうんでこう下挟めますよね挟めます挟めますこうすればだから君どうすんだっけな君あれこれどうやって出すんだっけそれはそのまま引っ張れる引っ張ってああできるんですねでそうここに入れればいいああいいんじゃないいいんじゃないいいんじゃないほらいいんじゃないさっきと先生のリアクション違いますもんいやほら来たこれもう見てみないとちょっと一回実行してみましょう、ね、見てみないと、うん、よいしょお早っ早っ おこういうことですよねおほらおめっちゃいいんじゃないめっちゃいいんじゃないおなんかちょっと半分はいけた感じがですよねこれもう2個ありながらやれば囲めますよねいける感じ今半分でしたからねそうですよね、うん、でコピーはできないんですよねコピーできるんですよちなみに右クリックをすると、はい、複製するっていうのがあって、はい、押すとこうやってコピーできるあなるほどすっごい便利すっごい便利すっごい便利おいいんじゃないいらないの消した方がいらないのはこっちにドラッグすると左にドラッグするとあなるほどちょっと実行してみましょうよどうすかこれで、どうでしょうで、彼で T で切れると T でランってやるとおちょっと空中に行きますか空中に行けるんですねほらあら、まあ、ここまではねここまではさっきまでできました、ね、できましたおおいやもうできちゃったでしょ落とし穴あるけど落とし穴からおおわあーそうかそうか詰まるのか最後はね詰まっちゃうんだけど、まあまあでもいいでしょ。まあでもいいでしょ。オッケー、そこはドア置けばいいし、最悪最悪。ああ、優しいっすね。すっごい優しい今のフォロー。ただ、はい、本当は、はい、もっとね効率よくできる方法も実はあったんですよ。あ、そうなんですね。よくプログラム見てみると、はい、この塊がそう今4つ作ったんですよ。4回あるんですよ。はいはいはいうん、じゃあこれ100回って言われたら大変ですね例えばこれそうまさに例えばじゃあ100回これ繰り返してよって言われて100回コピーするのしんどくないですかなるほどしんどいあ今分かっちゃいましたなんかえこれあれですかそれを塊で繰り返せば分かったんですかちょっとやってみてもらっていいですかやりますかやらないのかいやらないのかいってやらないのかいどうやってやらないのかいやいや繰り返しあそうそれをお多分そこに入れたことですねまず多分必要なものだけ出したいそうそれを多分うわそうこういうことですかね、うん、ででそっかおすごい何の打ち合わせもなしでおこれここですよ4回とちょっとやってみてもらっていいですかなんかすっきりしましたねすっきりしましたねこれ行ってこいとおあるっすお
んかすげえ数学でシンプルで解ける問題をめっちゃ長く解いたみたいな感じ、はい、でも悪くないですよ。みんなプログラマーの人たちも、はい、ああいうまず長いプログラムを書いてからまとめていくので、うん、まあ、ドアですけど、できましたね。おめでとうございます。できたのかな、いいのかな。ちなみに、はい、ちなみにこの最後のところをクリアするには、はい、一歩浮いて自分の足元に置いていくっていうのが実は一番簡単だったりするんですけど、あ、後ろに置くんじゃなくて、後ろに置くと絶対こうなっちゃう、はいはいはい、最後こうなっちゃうんで、一歩空中に浮かせて、はい、自分の足元に置いていくとこの最後のスピアもね、先生、一歩空中に浮かせるっていうやり方があるんですか。あ、やり方があるんですよ。なるほど。さっきですね、はい、あのここにエージェントを、まあ、上にみたいなのが実はあったので、はい、上に1ブロック移動するってやると空中に先にやって、うん、浮くっていうのがあるんですけど、はい、で下に置いていく、下に足元に置いていくっていうのが実は一番簡単なことだったりもしました。でもこれでプログラミング、実はですね、はい、この環境、はい、実はハイチさんブロックでやってましたけど、はい、実はハイチさんプログラムしてないんですよ、裏側では。こういう一個一個のブロックがこういう JavaScript って言うんですけど、はい、プログラムになっていて、まあ、あの見た目は結構簡単そうに見えると思うんですけど、はい、考え方はプログラミングと本当に同じで、いわゆるプログラムとなってプログラミングと何も変わらないことをやってるっていうことで、自分もこのイメージなんですね。だから難しいイメージなんですけど、でもちろん今日後半ではこういうのも入ってくるんですけど、はいはい、まずはね、一番初め、はい、あのこのブロックでプログラミングできたっていうのはすごい、これ楽しいですね。楽しいですよ。楽しい。これを使うと例えばすげー、例えばすごい大きなサッカーコートを作ったりとか、はい、すごい大きなマンションを作ったりとか、はい、ちょっとこう手でやったら面倒くさいなっていうのも、はい、プログラム一回変えちゃえば、はい、どんどんコピーできるんでってことですよね。はい、結局例えば大きい建物を建てるときに 100×50 を作ったら150で命令して、うん、でそれを例えば何段も繰り返していってやればすごいっすね。いや、これ1段ですけど、はい、これ多分次僕がするとしたら1段浮かせて、はい、じゃあこうずっとこう家みたいにこう壁を作っていくってことですよね。こともできたりとかするので、だってマイクロやる方でも一個一個置いてきますもんね、ブロック。そうです、そうです、もちろんそれも面白いんですけどね。 で、はい、でもやっぱりこうね、プログラミングできると自動化できるっていうのを一個覚えてほしいなっていうふうに思います。教育版、普通は使えないのが、はい、本当期間限定で、はい、夏まで使えるので、ね、ぜひ使ってみてほしいなっていうふうに思ってるのと、はい、マインクラフトカップ、まあ、プログラミングもしなくてもよくって、はい、プログラミングがあると加点が入るんですけど、はい、プログラミングとかレッドストーン回路って言われてるような、はい、論理回路を作るみたいな仕組みがあると、はい、加点が入るようなコンテストになっているので、ぜひ8月18日が応募締め切りで、それまでやったらアカウントも自由に使えるので、小中高生の皆さん、今回面白いのが、はい、3人でチーム作る必要があるんですよ。あ、そうなんですね。チームで出してくるっていうのがなっていて、条件なんです、ね、やっぱりマインクラフトって一人でやってももちろん面白いんですけど、はい、友達でやるっていうのが絶対一番面白い、ね、ワイワイやった方が面白いので、はい、ぜひマルチで世界を作って出してほしいなっていうふうに思ってます。初プログラミング、ありがとうございます。おめでとうございます。すごいわーい。はい、じゃあ今回の授業はこの辺で、はい、終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。